土岳住宅は秋田県由利本城市八島町にある古民家。江戸時代17世紀に建てられた当時の農家の住宅である。1973年2月23日に国の重要文化財に指定された。土竹は木曽吉中の新、年幸地下を外すると伝える旧家である。本住宅の建築年代は不明だが、 憲法6年に没した初代が建てたと伝わり、構造技法からも17世紀の建築と見られる。後世の民家のように差し物を用いず、栗材の柱が一軒ごとに立つ。東側に山一つ隔てた宇宙町に、形式の似た鈴木家住宅がある。土岳住宅は、鈴木家住宅とともに、秋田県下の民家では、最古の部類に属する貴重な遺例である。かやぶき屋根の母屋は、 江戸時代、17世紀後半の建物で、昭和59年7月から1年半にわたり、解体修理が行われ、当初の古材を採用し、17世紀後半頃に近い姿に復元された。住宅は正面向かって、右手約3分の1を土間、残り3分の2を床上部とする。床上部は、成形四間取りで、土間寄りの正面側を茶の間、裏を内座。 上手の正面側を下座式、裏を上座式とする。解体修理の結果、下座式の手前には座式注文が突出していたことが判明した。座式注文は3件の長さに突出していたが、復元のために資料が少ないため、1件分の形式復元に留められている。秋田県地方では、江戸時代後期には本屋から馬屋注文と座式注文を突出させた。 両注文作りの民家が建てられたが、土竹住宅は座敷注文のみを有する経由な例である。馬屋注文の発生以前に座敷注文のみを有する形式が先行していたことが判明した点で、本住宅は学術的に貴重なものである。ありがとうございます。